こんにちは、エアホースジャパンです。今回の動画は弊社で一番人気のスーパーパフォーマンスキットの取り付けを最初から最後までお見せしたいと思います。使用する車は、日産のリーフ、電気自動車です。ガソリン車と違ってマフラーのない車ですので、ホースの取り回しなど多少異なることがありますので、それも全部お見せしたいと思います。それでは取り付けしたいと思います。スーパーパフォーマンスキットが納品されますと、このような形で2つの箱で納品されます。まず中身の確認をしていただきたいので、届いた時点ですぐに開封をお願いいたします。それではまず内容物の確認から行っていきます。まずこちらの薄い箱の方がですね、サスペンション側の箱になります。まず大きな注意書きございます。納品時のショックの長さは推奨何度ですかっていう問い合わせが非常に多いです。これは梱包上小さくして納品してますので、推奨の高さではございません。ですので必ず原車確認の上、作業マニュアルを読みながら長さの調整を行ってください。それからまず中身見て、まずピロアッパーをオプションで注文されている方は、まずピロアッパーがこのように形で入ってます。これが入っているかないかの確認をまずお願いします。それからまずフロントですね。フロント側もですね、車種によってはですね、ライト、レフトと左右設定があるサスペンションございます。ですのでまずライト、レフト必ず左右対になってきているかどうかの確認をお願いいたします。またその時に使用されているエアバッグの品番ですと、これも左右違ってしまうと購入取れなくなってしまいますので、ここの品番の確認もお願いいたします。減衰力ダイヤルは中間位置に設定してありますが、装着前に必ずダイヤルの位置の調整を行ってください。このリングはですね、仮止めの状態で納品されています。必ず全部取り付け終わった時、増し締めの方をお願いいたします。続きましてリア、まずリアショックアブソーバーですね。こちらもこのロックリング仮止めです。車種によって長さも調整と、増し締めの方をお願いいたします。減衰力もフロント同様中間位置に設定してありますが、装着前には必ずダイヤルの位置の調整を行ってください。リアショックアブソーバーはこのように箱隔てで2本入ってますので、これもご確認ください。あとリアのエアバッグですね、これもですね、車種によって形状異なりますが、こういうふうなブラケット付属のものもあります。それにはこういうナットもございますので、まず左右ちゃんとナットが付いているかどうかの確認をお願いいたします。出荷時もこのような確認はして出荷しておりますが、最終確認の方も各ショップ様のでお願いいたします。こちらの大きい箱がタンクとかコンプレッサー、配線、ホース類が入っています。こちらもじゃあ内容物の確認からいきます。まず一番上の開けていただいて、横に茶色い長方形の箱があります。これ配線が入ってますので、まずこの中も内容物確認お願いいたします。ホース、フィッティング類ですね、あとヒューズとかですね、入ってます。で、こちらの茶色い箱の中にさらに開けますと、タンク、コンプレッサー、あとは電磁弁ですね、あとは付属の水分フィルターなども入ってます。それでは早速作業に取り掛かりたいと思います。まずはフロントのサスから交換をしていきます。交換作業の前にはですね、このように必ずボディの保護テープなどを用意してですね、ボディに傷がつかないように注意しながら作業を行ってください。ではタイヤも外れたので、まずはフロントの右側のサスペンションから外していきます。まずサスを外した状態です。このままサスを外して放っておくと、フロントのドライブシャフトが抜けてしまって、最悪ブーツを外さなきゃいけないとか、ベアリングを交換するとか、そういうことにもなりますので、まあ作業の手間にならないように、針金か何かで車体の金属部分と一緒にドライブシャフトが抜けないようにハブを固定しておいてください。それではまずフロントサスペンションを取り付けにかかりたいんですが、オプションでピロアッパーマウント購入された方、このように箱に入ってますので、まずこの状態でアッパーマウントの交換から行います。このように箱を開けますと、ピロアッパーマウントが入ってますと、あと専用スリーブと専用ナットですね。まず減衰ダイヤル抜いてもらいます。で、減衰ダイヤルを今抜きますと、このダストブーツっていうちっちゃなゴムのダストブーツがついてます。これ紛失しないように気をつけて外しておいてください。まずじゃあ外す方からはインパクトで外していきます。標準アッパーマウント外します。標準アッパーマウント外しますと、標準アッパーマウント用の台座います。台座の下にもう一個オーリングいます。このオーリングは、ピロアッパーマウント使用するときには外してもらいます。この状態に、シャフトを丸見えの状態ですねにしてもらって、ピロアッパーマウントの付属の専用スリーブ、専用スリーブも厚み違いがあります。この厚い方がまず下側に来ます。そしてピロアッパーマウントもこれ左右ありますので気をつけてください。
今はドライと右を使ってますので、右ですね、右をバマウント入れていただきます。そしてこの薄いスリーブ入れていただいて、付属のナットで固定します。でこの固定をする際に、インパクトの固定はおやめください。シャフトの損傷になりますので、ここは手締めでお願いします。ショックのロッドの先端にですね、六角レンチ切れてます。このように六角レンチ入りますので、これで手締めでお願いします。この時に、ナットにガタがないか、まずピロボールのガタがないか、このように確認していただきます。ピロアッパーつけ終わりました。このまま車両に、装着するんですが、ピロアッパーの、最大の利点 の、 そのキャンバー調整ができる、このスライドですね、キャンバー調整ができますので、まず車体につけた後キャンバー調整がしにくい車種もありますので、このリーフもその車種ですので、この状態でまずキャンバーを設定を決めたいと思います。この4つのボルトですね、これを緩めてもらえればスライドします。で、締めてもらえばそのキャンバーの角度で固定できます。で最大3度、約3度まで寝ますので、片側のボルトを外していただいて、ここまでですね、ここまで合わせられます。ただまあここまで合わせるとかなりハの字切ります。タイヤの片側の変摩耗も出てきますので注意してください。またキャンバーつけすぎたことによってエアバッグの裏側がボディと干渉してエアバッグ破れてしまうというトラブルも出てますので、十分気をつけて確認してからの装着をお願いします。今回は、まあここまで寝かせずですね、約、純正から1度ぐらい寝た状態ですねに合わせて固定したいと思います。キャンバー調整ですが、アッパーマウントの方には12メモリー、メモリが振ってあります。このメモリの中心と、ショックのロッドの中心が重なると、キャンバーが0度になります。これを、例えばハの字を切りたい、太いホイールを履きたいという場合はマイナスの方に振っていきます。そうするとこの中心からマイナスの方にずらしていくと、1メモリずつ 0.5 度ずつずれます。で最大3度まで、約3度ですね、ずれます。今回は、まあ、そこまでのキャンバーをつけないので、中心メモリの中心から、2コマずらした1度に設定したいと思います。これで車体の方に、装着するんですが、ピロアッパーマウントにはこう付属でナットが入ってます。これは車体に固定する際に使いますので、一旦、ピロアッパーマウントからは外しておきます。それでは車体に取り付けしたいと思います。一人で作業の場合は、左手でアッパーマウントの位置を決めて挿入してもらい、で、右手からでエンジンルームのナットを止めてください。それでは、上も付け終わったので、今度はハブとショックの方を、固定したいと思います。で最初に、ハブが抜けないように、固定した針金を外します。今取り付けし終わったのが、純正のエビス配線ですねと、ブレーキホースと、スタビライザーリンクですね。まず注意点は、キャンバーをつけたいがために、ここの固定ボルトですね、これを社外品のキャンバー調整用ボルトに変更される方はいるんですが、エアフォース社としてはこれはやめていただきたいと思います。理由はピロアッパーマウントの負担ですとか、エア漏れの原因にもなりますので、必ず純正ボルトを使ってください。この部分でキャンバーをつけるには、ショックアブソーバー側の方が取り付け穴が長穴になってますので、約 0.5 度ほど寝るようになってます。でその範囲内で調整を行ってください。すべて仮止め終わったらですね、まずエアバッグの周り、ボディ側に何か干渉物がないかの確認をしてください。純正のナットが飛び出てきてエアバッグと近くて縮んだ時には干渉したら破れる原因にもなりますので、まずこの状態でバックスペースの確保、確認お願いします。エアバッグの干渉確認ができましたら、続いてハブのボルトを先に本締めしていきます。今ハブのボルト2本固定し終わりましたので、次はこのショックの前兆調整を行いたいと思います。前兆調整するにはですね、まずタイヤをつけて、タイヤとフェンダーのクリアランスの寸法とかも関わってきますので、まずはタイヤを仮止めします。タイヤがつけ終わりました。今リフトで足が浮いている状態、この状態がエアーの前上げの状態とほぼ思ってもらって大丈夫です。なので今このクリアランスが前上げ、この車の前上げです。続きましてエアーゼロの状態を確認を行っていきます。この状態でどんどんジャッキを上げていきます。でタイヤがフェンダー内にどんどん入っていきます。
この動きが止まったところがエアゼロの状態になります。この状態がエアゼロです。でこの状態でタイヤがフェンダー内どこにも干渉してないかの確認を行ってください。前兆調整の確認できましたので、今まで仮止めだった部分を本締めしていきます。ですのでまずタイヤを一旦外します。タイヤも取れましたので、次に仮止めだったロックリングを本締めしていきます。でまずエアバッグの下のこのゴールドのロックリングから本締めしていきます。本締めの際は付属のレンチを使って締めてください。手で緩まなくなりましたのを確認してください。次にこのホースのフィッティングの向きですね。今の位置ですとスタビライザーリンクと近いのでホースが入りにくいです。ですので大体はこのフィッティングがエアバッグの裏側に来るようにエアバッグの位置を調整します。調整する際はエアバッグを持ってもらってこのまま回ります。それでホースがブレーキホースですとかスタビリングに干渉しない位置を確認したら、この黒いロックリングの方で固定をします。このロックリングも付属のレンチで固定をしてもらいます。それではロックリングを増し締めしていきます。増し締めする際はトルクレンチとトルクレンチが使えるロックリングレンチを使用してください。トルクレンチのトルクはだいたい100から120ニュートンでお願いします。今本締めが終わりましたので、この前兆調整の位置を左右同一に合わせるためにスケールで測ります。基準になるところはこのエアバッグの下のゴールドとアルミの境の部分からこのケースのワッシャーの下の部分ですね、ここで測りたいと思います。今30ミリ空いてますので、反対側もここを30ミリになるように調整します。こちら左側になります。左側も右側同様ですね、この距離を30ミリに合わせて確認したいと思います。エアバッグの下側からワッシャーの下側ですね、30ミリです。このように左右同じ長さに合わせてください。それではアッパーマウントのセンターナット、トルクレンチを使って増し締めしていきます。以上でフロントの取り付けとフロントの長さ調整方法作業工程終わります。続きましてリアの方を始めたいと思います。まずですね、ショックアブソーバーを外す前に、これ外してしまうと足回りがドーンと下に落ちてきてしまう危険ですので、あらかじめジャッキで足回りの方を支えておきます。ショックアブソーバー外すとブレーキホースとかも引っ張られますので、そこもあらかじめブレーキホースのステーを一回クリップを外しておきます。このようにブレーキホースもフリーにしておきます。で、ショックアブソーバーを室内から外します。ショックアブソーバーの頭はここの内張りのこのパネルを外してもらえれば出ていきます。パネル外しましたら16ミリのイタラジェットを使ってですね、ナットを外していきます。でショックのシャフトが一緒に共回りしてしまうので、上はモンキー等でしっかり押さえて下だけ回します。続いてスプリングを外します。スプリング外す際はジャッキをどんどん下げていけば外れますので、その時にブレーキホースがどこか引っ張られて切れないかとか確認しながら作業を行ってください。それではこのショックアブソーバーを外していきます。スプリングが外れましたら、このスプリングのラバーマウント、これは再利用しませんので外してください。銃声が外れましたら、続いてエアサスのショックとサスの方取り付けをしていきたいと思います。でまずショックをつけたいんですけども、長さの調整ができます。この長さの調整位置決めるためにもですね、先にエアバッグを車体の方に取り付けていきたいと思います。ナットが付属されてついてます。このナットはエアバッグをアクセル側に乗せて挟み込んで固定するものですので、一旦外しておきます。でこの状態で車体に取り付けていきます。エアバッグの方が仮止め終わりましたら、フィッティングどこにも干渉しないかちょっと確認しながらですね、リフトを下げていきます。そしてエアバッグとアッパーマウントを一応当てがえます。今メジャーを当てて測った455ミリの長さが、ショックが一番縮んだ距離になりたいので、今その長さにこれからここ回してですね、調整していきたいと思います。455、あ、ちょうどいいですね、ここです。今ですね、ショックが一番縮んだ状態で、縮んだところから取り付けのホールのセンターまで455ミリ調整しました。この長さで車体の方に取り付けていきたいと思います。車体に取り付ける際はまずナットを外していただいて、ここに2個のブッシュがあります。この2個のブッシュをボディに挟んだようにして内側からナットで止めますので、この片側のブッシュだけ外します。
まずはショックの頭側を車体に止めてから下側のボルトを止めたいと思います。先ほど外したブッシュをですね、車体の上から外してワッシャーとナットで固定していきます。フロント同様ですね、ロッドの先端に六角レンチに入る穴があります。なので17ミリのイタラーチェットを使ってですね、最後にナットを本締めしていきます。ショックとエアサス付け終わったので、ブレーキホースを元通りに戻したいと思います。それではショックの下側のボルトをナット付けて本締めしていきます。続いてエアバッグの下側のナット本締めしていきます。最後にショックアブソーバーのロックリングを固定したいと思います。固定するのは付属で入っている車高調レンチ、これを使って固定します。最後にリアショックの減衰力ダイヤルをはめたいと思います。ですけどこのままですと内張りが邪魔で入りません。なので一旦このパネルを外し、その隙間から差し込みたいと思います。以上で足回りの交換終わります。